テンプル大学ジャパンキャンパスは、テンプル大学の日本校、東京都世田谷区大阪市北区にキャンパスがある。外国大学の日本校として指定された中では最高、かつ最大の学校で、正規学生数は1512人おり、そのうち約60%は、世界60の国から来た留学生である。通時は、多くの学位家庭を提供しており、 短期大学士、学士、教育学修士、教育学博士、博士、MBA、法学修士のプログラムがある。また、アメリカの学部生や、ロースクール学生向けに1学期から1年間の海外留学プログラムもある。その他、英語、生涯教育、企業内教育といった学位取得を目的としないプログラムも提供している。2019年現在、 学位取得を目的とした学生の数は1512人である。内訳は学部生1186人、大学院生327人。学位取得を目的としない数は受講者数2462人で、内訳はアカデミック・イングリッシュプログラム132人、生涯教育プログラム663人、 通時の企業内教育プログラムの受講者数は年間1286人。教育機関関連団体向け英語研修プログラムの受講者数は年間381である。テンプル大学は米国ペンシルベニア州フィラデルフィアに本部を置くアメリカ合衆国の州立大学である。1907年に設置された。テンプル大学ジャパンキャンパスは1982年。 史上初の米国大学日本校として東京都港区芝公園に創立された。1996年まではいくつかの日本企業との協力のもと運営されていたが、それ以降はテンプル大学本校に完全に所有、運営されるようになり、港区南麻布にキャンパスを設置した。2019年8月に世田谷区昭和女子大学キャンパス内へ移転した。 ジェームス・ズムワルト中日アメリカ合衆国臨時、代理大使、卒業式でのスピーチの様子創立当初、トゥージは、集中英語プログラムを東京にて、教育学習士課程を東京と大阪で提供していた。その後の10年の間に、学士課程、英語教授法分野の教育学博士課程、法学習士課程を提供し始めるとともに、i l p プログラムを大阪にも設置した。 1996年、テンプル大学本校に完全に所有、運営されるようになったことを受け、トゥージはエグゼクティブ MBA プログラムを開始したが、この過程は、この種のプログラムとしては日本で最初のものである。また、それと同時に、従来のオープンカレッジプログラムとグローバリゼーションプログラムをそれぞれ生涯、教育プログラムと企業内教育プログラムとして、予想に新たに再開した。 2005年、日本で初めて外国大学に本校として文部科学省に指定された。これにより、トゥージは日本国内にある外国の大学として法的にも位置づけがなされ、日本の大学への転学や単位互換、日本の大学院への入学が明確に認められることになった。これにより、トゥージで取得された単位や学位は日米両国で通用するものとなったと言える。 トゥージは、武蔵大学、東洋大学国際地域学部、明治大学文学部と単位互換プログラムを設けている。さらに、香港バプティスト大学コミュニケーション学部と、国立台北大学と協力合意書を交わしているほか、海外大学や日本にある、外国大学日本校への進学を予定している、中学生、高校生向けの武蔵、テンプルレッドプログラムも運営している。 テンプル大学ジャパンキャンパスは東京と大阪にそれぞれ一つずつの拠点を要している。大阪府北区梅田にある大阪センターには教育学研究科が設置されている。2019年8月に世田谷区の昭和女子大学のキャンパス内に校舎を移転。通知には6つのコンピューター室があり、Windows、Mac、Unix のコンピューターが使用できる。 図書館の蔵書数は5万冊を超え、大量の学術雑誌にアクセスすることができる。就職部、カウンセリング室があるほか、ポストプロダクションスタジオでは、映像編集や音声録音が可能である。教育、学習センターでは、学生向けに無料の学習補助サービスを提供している。通知は、新入学生全員が部屋を見つけられるように支援を行っている。 東京都内に二つの男女教養の大学寮がある。他、ホームステイも紹介している。2004年、現代アジア研究所が設置された。この研究所は、トゥージに運営されており、世界中の研究者が研究成果を発表し、学術的議論を活発に行うプラットフォームとして機能している。毎年約30の講演やシンポジウムを主催しており、 そのすべてが無料で一般公開されている。講演テーマは現代アジア並びにアメリカに関するものから選ばれ、政治、経済、外交、軍事、映画、ポップカルチャー、医療制度、環境問題などテーマは多岐にわたる。国内外のメディア関係者、ビジネスパーソン、政府関係者、学者など多様な参加者がいる。通知の学生は、 世界約60の国からの留学生から構成されている。日本とアメリカ合衆国だけではなく、東アジア、東南アジア、ロシア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ出身の学生も在学している。通時は留学生向きにビザを発行することができる。また、日本国内で有効な学生証を発行しており、在学生は、 電車運賃の学生割引を受けることができるほか、携帯電話会社との契約の補助や、その他の学生生活に必要な支援を行っている。加えて、世界中の協定校への交換留学プログラムも数多く存在する。学生部は、通知の学生向けに、日々の学生生活に関連した支援を提供しており、ビザ発行、奨学金、GI ビル、住居のサポートを行う。 また学生部は学生が通知での生活に適応できるよう毎学期オリエンテーションを実施している。学生部は学生自治会やその他の学生団体とも協力し多様な背景を持つ学生たちが交流できるよう様々なイベントやアクティビティを企画している。学生自治会は選挙によって選出された代表者を通じて全学生の利害を代弁する組織である。 学生自治会はまた毎年様々なイベントを企画し活発な学生生活を促進している。トゥージには学生が主体となって運営する多くの学生団体があり学生部の監修を受けている。学生たちが自分と関心を共有する友人を見つけられるようにするのが団体の目的である。テンプル大学ジャパンキャンパスはいくつかの地域連携事業に参加しており、 主に教育的支援を提供するという形をとっている。校舎が設置されている港区との共同で、トゥージは港区在住の子供や大人を対象としたサポートを行っている。これは2006年に港区との間で締結された共同事業同意書に基づく事業である。トゥージは港区にある学校に外国人学生、教職員を派遣し、 それぞれの出身国を紹介する機会を設けている。その他、小学生、中学生や初等、中等教育機関教員向けに短期の教育プログラムを提供し、日本の英語教育水準向上に貢献しようとしている。加えて、港区の成人教育プログラムの一環として、現代日本に関する公開講演を定期的に開催している。の図書館は、 港区民と港区内の学校教員向けに開放されている。学生、教職員は毎年港区が主催する様々なイベントに協力している。例えば、港区民祭り、港南区民文化センターの英語プログラム、港区内の数多くの神社の祭りなどである。テンプル大学ジャパンキャンパスは各種のソーシャルメディアアカウントを運営している。 日英両言語によるブログ、Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter に加え、公式 YouTube チャンネルが運営されている。ありがとうございます。